文書を差し上げましょうか。先ほど四神宮で請求列車の客人を紹介したが、あの時は周りに人がいて簡単な挨拶しかできなかっただろう。だから改めてこの三人は危険を顧み、剣木再生の顛末については大木である普賢殿から一連の報告を受けている。彼女自身も、わしはお前さんを信じよう。お前さんは運気軍に入隊してから、お前さんは今まで同盟にその忠誠心を疑い、憶測でお前さんをバカだ無能だとき、わしは多くの失敗を見てきたが、では今回剣木の災いの顛末について。いや、このおじいちゃん予想外なことばっか言うね。元帥はわしに先週ラフに行くよう命じた。だが公文書には、元帥は慶元が天霊を開く意図も、彼が直面している情勢についてもよく知っている。外縁将軍、あなたの慶願に心からの慶…お前さんが列車の承認をし、剣木の災いについて…ああ、そういえば、この箱がそうだ。演武天霊の期間、主催者は武芸に…海炎将軍、女…この箱、なん…これは演武天霊の自慢ではないが、ずっと考えていたん。それに、今回の…海炎将軍のご好意、痛み入る。おじいちゃん、小娘、雲里さんが剣を、宝剣を手に入れたって、それが他人の手。今日の探偵しての勝負、まだついてなかったよね。望むところだよ。誰が勝つかはまだわからない。あんまこういうこと言わない方がいいんだろうけど、このドラマずっと、いい加減にせんか。ま、二人とも相手に負けない自信があるようだが、まだ勝者は決まっていない。そんなのってない。運気の剣士が勝利するのは、この人が運気剣術を使う。海炎将軍の考えは実に面白い。弟子に芸を授けることでこそ協力の精神を育める。そうすれば勝者だけが何かを得て。え、誰、うち。美月さんは演舞台での検討に。将軍本気で言ってる？なんでいきなりうちを巻き込むの？はあ、これ輝く竜く、それに対して美月さんはまだ手を加えられていない。海炎将軍ありがとう。でも雲里と元凶は勝負、それに剣士って美月なのか。本当？どうやら美月はすわしとしては、ま、では雲里殿は承諾し、将軍、僕まだ一人前にもなってないのに。それって負けを認めるってこと？元凶、誰かに技術を教えることは。分かった、将軍が。元凶も承諾した。はあ、美月、この件。そうすればナノの矢が私のお尻に。うち攻撃外したことなんてないんだ。うん、うちもそれでオッケー。かい、そう来なくてはな。わしと雲里は先にそこまでしな。はあ、海炎将軍行っちゃった。さっきの話な、はあ、なんか本当にね。おそらくだが、それはそうだが、ラフが同盟に提出。演武天霊は海炎将軍の試金石だ。そのために彼は雲里まで巻き込んだ。
本来は。海炎将軍は相変わらず人を困らせるのがうまいな。申し訳ない。君たちを招待したのは二人の将軍に証人として会わせるためだったのだが、正直に話していない。今後数週間のうちに海炎将軍だけでなく秘書将軍とも会ってもらい、彼女の質問に答えてもらうつもりだ。その時のため。将軍が気にする必要はない。ありがとう。将軍、僕が将軍のために背負えるものは少ないけど。うん？でも僕ラフのために。ああ知っていると。かの有名な天劇将軍にここまで待ってもらえるなんて、我ながら花玉空。最後に会ってからもう30。ええ、30年前、あなたは妖精の星宮軍の先鋒で、私はラフの水行営の飛行士だった。でもこうして再会した。でも30。安定してるわ。あの名前も星昇級よ。妖精の探偵士に派遣され、私の出自を考え、あなたの無事を知って秘書。剣木の再生はラフからの報告書で。そしてあなたも知っているように、ラフの粒子も軽減。これが私が選手職務上部外者に。わかった。陰月の乱が終わってからラフ、残念なことに。その通り。だから今風霊、あの堀人の選手の風霊のこと。古族の大敵。風霊の面会は。古族は選手とラフの状況を知って、だから彼らを。はあ、そういうわけでもないわ。はや請求軍はあなたに提供された航路を捜索して、ナルビ将軍。でも私たちが事故現場に到着する前に。それは選手の人、それともカンパニーの。どっちも外れ。よく眠れなかった。変だな。起きる。